ポーツ MC の岡田です。今回はラントリップお悩み相談室、イエイ、やってまいりました、はい、ラントリップお悩み相談室はですね、このラントリップチャンネルに寄せられたランナーからのいろんなお悩みを、はい、まあ、最新のアイテムとかメソッドで解決していこうという、そういうコーナーでございます。バシバシ解決していきますよ。今日も今回はですね、はい、出張編ということで、うん、ここにやってまいりましたスーパースポーツゼビオセブンパークアリオ柏店でございます。ドーン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 すんごい広い広いですね。まあ今日はここから特別にお届けをしていきたいと思います、はい、ということで今回のお悩み、はい、何でしょうか。今回のお悩みはこちら。最近ではアスリートの方でも薄底シューズをね、あえて選ぶという選択肢もあるということなのですが、 おすすめの薄底シューズってありますか、というお悩みです。なるほど、それはもうね、はい、ご覧の通りですよ。これだけシューズありますからまあおすすめのね、薄底のシューズ紹介していこうかなと思うんですけど、はい、うん、やっぱり薄底履くと、はい、自分のね、足の接地感とか、うん、あとその足の筋力が鍛えられるっていうところで、うん、薄底を確かにこのトレーニングで導入することによって、うん、より厚底のシューズも使いこなすことができる、うん、ということで、はい、まずはこちら、デサントの原点 EL プラスでございます。ちょっと持ってください、これ軽いもう見た目もそうなんですけど、やっぱ軽いんですよ。いや、やっぱいいですね、薄底ってやっぱ軽いのがね、魅力でもあるんですけど、これは圧倒的な機動力がね、うんうん、やっぱ出てくるというところで、これ実は薄底なんですけどカーボンが入ってるっていうね。そうなんですか。まさにこうね、フルマラソンのレースでちょっとトレーニングしていきたいんだっていう方とかは、うん、スピードトレーニングとかをこの原点 EL プラスを使ってやっていくと、かなり地足が鍛えられると思います。いいですね。自分のなんか接地感とか見直すことができるので、これはねすごくおすすめです。トレーニングシューズとして耐久性もバッチリというね、シューズになっております。続いてのシューズがこちら、水野からウェーブイダテンでございます。お、イダテン持った感じどうですか。なんかこう見た目は薄底じゃないんじゃないかなって思ったんですけど、うんうん、持つとやっぱ軽くてしっかり薄底だなって感じがします、ね、そう軽いんですよ、うん、でこれもさっきのデサントの原点は、はい、まあ、1万5000円以上するようなね、うん、結構プライスがいいお値段の、はい、いい作りのものっていうような感じだったんですけど、こっちはですね1万円以下で買えるシューズなので、うん、まあ、トレーニング用としてね使ってもいいですし、うん、やっぱりこう自分のメインのシューズがありながら、はい、まあ、ちょっと一足持っておきたいなってプラスアルファするっていう意味では、うん、こういう買い求めやすい金額のものもいいですよね、うん、これ特徴的なのが、はい、水のウェーブって結構大体かかとに入ってる、まあ、水のテクノロジーのね、はい、クッション性がこれね中足部に入ってて、うん、全体としてやっぱりこのね真ん中でミッドフットで着地した時の接地感がいいっていうのが特徴みたいなので、走り方を、まあ、ニュートラルに戻すっていう意味では、うん、こういうシューズを使ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思います、うん、そしてちなみにデサントで言いますと、こちら、うん、厚底シューズのねエナザイトというシューズがございます。はい、こちらもね、トレーニング用で厚底になってるので、この確かに、ね、全然、ね、違いますもん ね、 同じデサントの中でも、うん、まあ、使い分けるとするなら、うん、こっちが、まあ、ちょっとジョグとか、ね、競技走とかをね、うん、やってこっちでスピードトレーニングするみたいな形で、こう履き分ける、履き分け大事ですね、使い分けるっていうね、うん、こともできますよね。いいですね。はい、そしてミズノの方ではこちら、うん、ウェーブリベリオンというね、出たいいんですよ。履いてますか。はい、いいですよね。あ、もうそうなんですね。このね、もうクッション性最高ですよね、うん、ウルトラ走るんだったら、まあ、こっちこっちですよねまあまあそうです、短い距離とスピード練習するんだったらこっちみたいなね、うん、ぜひぜひいろんなシューズあるので使い分け、履き分けもトライしてみてください、はい、いやどうですか、お悩み今回の解決しましたか。バッチリ解決じゃないでしょうか。ありがとうございます、うん、本当にだ今回は薄底初めての方も、はい、ちょっと遠のいちゃってるというご無沙汰の方も、うん、参考にしていただければなと思っております。さあこのラントリップお悩み相談室なんですけれども、はい、皆様からのお悩み引き続きお待ちしております。お待ちしてます。この動画のコメント欄にお悩みね、こう思ったことをこう書いていただくのも OK ですし、ラントリップのジャーナルはハッシュタグラントリップ相談室をつけてご投稿いただければ、うん、はい、そちらをね拝見して、どれを解決しようかなってね、ミャコがそうちょっとピックアップしますしたいと思いますのでね皆様ぜひお悩みお待ちしております。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。